はい、それでは、北上市から来てくれました北富士根鬼っ子県米では紹介のメッセージをお読みします。北富士根鬼っ子県米は平成26年に北富士根鬼県米の育成団体として発足しました。現在は北上市立我が東小学校の生徒を中心に4歳から12歳総勢21名で活動していて、毎週月曜日に地元の交流センターで練習を行い、北上みちのく芸能祭りや今日のような公演に向けて技を磨いています。小学校卒業後も数名は保存会の方へ所属し、次世代の踊り手として頑張っていて、今日はそのうち中学生2名が助っ人として参加しています。可愛らしさの中に見える真剣な眼差しや大人に追いつかんとする勇壮な舞をぜひご覧くださいということです。それでは北富士根鬼っ子県米の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
そしてユーソーさん、いろんな見方があって、楽しんでもらえたんじゃないかなと思いました。演目が3つありましたけれども、それぞれ何という演目でしょうか。はい、1つ目が、一番にはの狂いという踊りがありまして、通称扇合わせという踊りになります。これはですね、見ていただいたように扇を2人でかぶして、それを合わせることから扇合わせと呼ばれるようになります。2つ目の演目が一人かもといいまして、これは音までもなかなか踊ることが難しい踊りとなってますが、踊った彼は現在12歳なんですが、3歳、4歳あたりから、通って日々練習を重ねて、現在、踊れるようにまで成長してくれました。で、最後の、踊りが刀剣舞の狂いという踊りで、こちらはですね、同じように1つ目の踊りも狂いという名が付きましたが、鬼剣舞の演目の中で狂いという名前が付く踊りはですね、8人の制約から解かれまして、6人から大勢までいろんな人数で踊ることができる踊りとなっております。そして刀を操作する、そういった、優秀な踊りでもあります。いろいろな、ね、演目があって、皆さんお楽しみいただけたんじゃないかと思います。また3時からの会もありますので、そちらではどんなような演目をしていただけるんですか。はい、そちらはですね、三番庭といって、お祝い事の席等で見られるような踊りで、特徴はですね、最初に一列になって振り込みという形から入場してくるところが見どころとなっていますので、そちらもぜひ、見ていただきたいなと思っております。はい、どうもありがとうございました。おにっこ券売の代表小松翔さんにお聞きしました。それでは皆さん、1回目のステージこれにて終了でございます。